宮城の由美子とは、日本の元女優で、元宝塚歌劇団花組、星組主演娘役クラスの宝塚歌劇団、卒業生である。本名は、倉原清子。夫は、映画監督の倉原恒吉。東京都小石川区出身。山形県立鶴岡高等女学校中退。宝塚時代の愛称は、関さん。1940年に、 宝塚歌劇団30期生として、宝塚音楽舞踊学校に入学する。1943年に、宝塚歌劇団に入団する。宝塚入団時の成績は14人中二。位。1950年、宝塚歌劇団在団中に、東宝映画、佐々木小次郎の満役で映画デビューする。1951年4月30日付で、宝塚歌劇団を退団する。 最終出演公演の演目は花組、文福茶釜、ラビオレテラである。対談後は映画女優として活動し、姿、三四郎第一部、二等兵物語が主な代表出演作で、宝塚対談から引退までおよそ5年間に多くの作品に出演している。1956年、四人の誓いの出演を最後に、倉原これよしと結婚し、芸能界を引退した。 2014年、宝塚歌劇団100周年記念で設立された宝塚歌劇の殿堂に最初の100人の一人として殿堂入り、ありがとうございます。